ストロングな顔でよかったなと思いました。多分そこも含めて多分お話をいただいたと思うので、自分がストロング顔でよかったなっていう、はい、思いましたし、翔太郎さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは嬉しかったし、あとはその企画の内容とかコンテとかもいただいた時に、その強炭酸で刺激が強いストロングっていうところで、なんかストロングな顔でよかったなと思いました。多分そこも含めて多分お話をいただいたと思うので、自分がストロング顔でよかったなっていう、はい、思いましたし、コンテいただいたりとか、あとは、まあ、衣装とかもそのビジュアルを含めて見させていただいた時に、すごくかっこいいものになりそうだなという予感があったので、今日の撮影とても楽しみにしてました。刺激以外はいらんのだ。ちょっとガサったな。すいません。もう一回刺激以外はいらんのだ。強めてメイクルームから出てくるわけじゃないですか。出てきた時に皆さんの顔が曇ったらどうしようって思いながら扉を開けたんですけど、すごい似合ってると言ってくれましたし、自分でも時間が経つにつれて全然違和感ないなと思うようになってきたので、はい、気に入ってます。今日の撮影は刺激的でした。あんなにある意味フリー演技を求められると思ってなかったので、その今日ここに来るまではカットがあって、このカットこういうカットを撮りますっていう流れで撮ると思っていたので、長回しで動きとかも制約というか、そこまでの指示のない中で動く、こうなんていうか、まあコンテンポラリーダンスとまではいかないですけど、自分で自分を見せて、商品を見せて、この衣装を見せていかなきゃいけないっていうプレッシャーがかかったので、刺激的な撮影ではありましたね。バキバキ強刺激サントリーザストロング 6.29 激弾。バキバキ強刺激サントリーザストロング 6.29 激弾。